職業訓練校に通っている司職の娘です。恋愛について相談させてください。きっかけは私からで、好きな彼は死ぬほど痛い頭痛に悩まされているようだったので、関係を深めたいと思いキスをすれば激しい頭痛が治ると言ってキスをしてしまいました。しかしそれから彼は頭痛の時しかキスを求めてこず、それ以上進展がありません。それに周りからはバファリンとか都合のいい女とか言われて悲しいです。今後どう進展させていけばいいでしょうか。諦めちゃった方がいいと思いますよ。悪口言われちゃうのはしょうがないっすよ。だって彼の要求をずっと飲み続けてるんだもん。多分相手の方ってキスできるなら誰でもよくって、エマさんがたまたま誘ってきたから都合よくずっとキスし続けてるだけだと思うんですよ。それを理解せず拒否しないでずっと続けてるなら、そんなことも言われちゃうと思いますよ。他人の評価が気になるようであればスパッとキスはやめてみてください。それで相手が冷たい態度になるのなら、キスをしたいだけだったということでもう諦めちゃってください。でも今までと変わらないとか、もっと好印象になったのなら付き合っても大丈夫かもしれないです。相手がすごい富豪とかだったら、他人の言葉なんて気にせずそのままゴールインしちゃった方がいいと思いますけどね。しかし死にたくなるほど辛い頭痛っていうのは実際あって、クラスター頭痛っていうので世界三大激痛の一つでもあるんですよ。頭痛が起きると眼球をえぐり取られるような痛みが出て、痛すぎて声が出せず力が入らなくなるから立ってもいられないらしいんです。怖いっすよね。そんな状態になっている人に対して普通に考えてキスだけで和らぐわけないじゃないっすか。治療法はまだ分かっていないようですけれど、まずは彼を病院に連れて行ってあげるのが先決だと思います。病院を拒否るようなら、やっぱり頭痛は全くの嘘で、あなたは彼にいいように使われているだけの可能性が非常に高いです。キスをやめる勇気がないのなら、もう既成事実を作っちゃってください。一晩一緒の部屋で過ごすだけでもいいです。その後友人たちにそのことを話していって、外堀を埋めていってください。そうすれば彼も観念して責任取ってくれるかもしれないですね。